東条圏ウズベキスタン航空のいるマイナス 62M 型、キウズベキスタン航空は、ウズベキスタンの多種検討を本拠地としている航空会社である。国営航空会社であるため、ウズベキスタン国営航空とも呼ばれる。ソビエト連邦崩壊後、ウズベキスタンのイスラムカリモフ大統領は、国立航空会社の設立を命じ、1992年1月28日に、 ウズベキスタン航空が設立された。当初、国内の空港及び交通インフラの整備を意図とし、その後国際線業界での競争力の向上を目指した。それはこの航空会社の初フライトが多種県とロンドン線とされたことからも特徴を付けられた。現在では多種県とから国内外50都市を結ぶサービスを提供しており、 国際空港5カ所を含む11カ所の空港所有。なお、他の航空会社との提携、連携やアライアンスへの加盟は行っていない。国内線は過去アイルフロートに所属していた航空機を使用し開始された。国際線優先政策により、1993年よりエアバス機をリース。現在国際、国内線航路では、エアバス機とボーイング機を混在して使用している。 ちなみに、にレターコードの、HY はウズベク語の、航空路から取られたものである。国名や会社名ではなく、航空路という語 IATA や ICAO のコードとして使用する、ことは、非常に珍しいケースである。日本発議路線は、週に便で、多種県と成田関西、及び多種県と関西成田を運行していたが、2011年4月より、 タシュケントから成田への直行便となった。2013年10月25日をもって運休となったが、2014年4月4日からタシュケント成田線が運行再開された。エアバス A320 から200ボーイング767から 300ER ボーイング787から82019年8月、現在なお当社が発注した。 ボーイング社製航空機のカスタマーコードは 3P で、航空機の形式名は767から 33PR となる。ウズベキスタン航空、4月から成田、タったシュケント船の定期便を再開へ、フライティム2014年1月15日付、アワーフリートシートコンフィグレーション、ウズベキスタンエアウェイズ、www. w w w u z a i r w a y s c o m 2019年8月11日閲覧、ありがとうございます。